鍛錬により己高めんと望む者よ。そんなお主のためにこの道場がある。大霧の音が響くまま西の橘いざ行かん。盛れ肉体荒ぶれ魂、今ここに一騎当選の男となれ。拙者も熱くたぎっておりまする。そうは邪魔なし。あやつはただの絶望だ。戦とは時の運、どうか気持ちされませんよ。一歩ずつでよい、堅実に進むのじゃ。醸し出される哀愁、なんだかな。この御子筋、真の国崩しとお思いください。なに、これも修行の牛よ。あげめ、皆の者。はい。これ式で息は上がらんか。ありがとう。従うことこそ武士の道と見つけております。わしが大怪我したら奥も心配してくれるかな。独自の武具を極める、それも一つの手段だ。少しはできるようじゃの。大化国烈指導三夜。わしらはまだ本気出してないようで。役者の雷降り注が。書斎のろうそく切れてたっけ。帰りに揃えよう。あとこの台まで貴様を。何故強さを求める。己に問いかけよ。あの方は。お茶の用意を。そうそうそうだ。皆の者、この場は手前に任せるの。どうした、疲れが見えておるぞ。部下もわしを頼るし。よし、頑張らんと。ようやく道半ば。息をつくには早いとし。ありがとう。行けるかも多くのな。わし以外の人には結構優しい。ありがとう。敵はそれがしか。何、叶わせた。また会える。ここまでは順調じゃ。さて次なる一手は。見事な武者ぶりよ。腕が鳴るわい。そいつには田舎でまず恋人が。あ、いないや。侍やるの疲れたな。明日やめよう。そうしよう。一休みしたいけど今はそうもいかないよね。お任せくだされ。鍛えようとする限りわしが力となろうぞ。醸し出される覇気、達人の息だぜ。親方様は武田が父。行ける戦国なり。逃げないでください。勧誘ではありません。わしが一暴れするしかない。たとえ父の領域には遠く及ばぬとしても、この高ぶり
親方様より受け継ぎし熱情。勝てた。しんどかったな。ありがとう。あと一息。挑みし者よ。限界を超えよ。やっぱ俺進む道間違ったな。我が軍の策はまるで意味をなさぬなど。皆の者、一気加勢じゃ。うぃー、おう。見事その魂を示し切ったか。ハハハハハ、舞い戻ってみるものよ。わしは戻ってきた。ここに戻ってきたぞ。フーリンカザーン、不死身の虎、わしが武田信玄じゃ。サスケ仕込みのこの技を使う時が来た。たくましき者よ、わしの魂は一つにあらず。お主の意志、この信玄がしかと見た。かくなる上は勝利までもぎ取ってみせい。武人にとり貝の虎の名は憧れの人。こうして競える日を誇りに思います。有吉、それでわしを封じたつもりか。くつろが、それを生きておればこそ。もっとも、やはり平家物語か。マスナオよ、その力にて明日の世を支えよ。右に宿すは貫く心。今日も一日頑張ったな。左に宿すは尽くす魂。こんな疲れた日にはやっぱり。お風呂に入ってゆっくり休もう。あ、いえ、その、何かの間違いです。